NPO 法人札幌カラス研究会中村です。2020カラスの繁殖を語るシリーズ、大通公園まだ続いてます。ここはですね、この私の大好きなブト君のオブジェのある場所です。で、今年ここに2組入ったんですね。なぜ2組かというと、隣の、道路挟んで隣のブト君がたまたま角に来たというだけなんですけども、ここに関してはまずこの元からいるブト君ですね、の話です。ここのブト君ね、そうですね、素敵な経験、多分私の記憶量に2回あと引かれちゃったりはあるんですけどね。で、今年はですね、全然問題なくヒナ巣立ってます。ただ1羽しかヒナいなかったんですね。なので何も問題なく終わってます。で、ここはね、何でしょうね、木が多いのと、人いるんですけど、他のところから比べるとそんなにこう人がまんさかね、集まる場所でもないので、そういった意味では逆にヒナが降りてたとしてもそんなにひどいパニック状態にはならないで済んだはずなんですけどね、何とも言えません。で、今年はなんとか1羽育ってくれてます。来年どうなるかなと思いながらちょっとドキドキするんですけども、ここのブト君ね、結構愛嬌があるブト君なんですね。知ってる人は知ってて、結構おやつを手を滑らせておやつを落としちゃったりなんかして、それをブト君が食べてるなんて光景もしばしば見られます。それではまた。